はい、カニタンです。まあ、こちらはね、長元寺さんの、まあ、下の階段の中ほどです。カニタン動かないね。まあそんなわけでカニタンがいました。一旦どうするんでしょうね。まあ、斜めになってますよ。こんな急な崖を転がっちゃうんですかね。どうする。どうするんでしょうね。転がりたくはない。さて、治安のしどころです。カニタン、どうする。まあ、どうやって来たんですか、大地。登れたんですか。一旦降りると登れないよ。これがカニタンの人生で最大の岐路になっております。どうするんだろうね。さて、カニタンの運命やいかに。でも自然が多いんだね。もう山の中ですからね。お、動いてる動いてる。さてと戻れるのか。もう少し。
向こう行っちゃうかい。あー、登れ登れ。下っちゃうと大変だぞ。お、登る登る。身の危険を感じたんでしょうか。やっぱり上の世界がいいってことでしょうか。ああ、よかったねー。はい、自分のお家に帰んなさい。いいよ。やっぱり横なんだね。はい、それではね、まあいつまで映しててもキリがないので、はい、さようなら。ご視聴ありがとうございました。また危うい方行ってるよ。ダメなんだって。ん？カタツムリ？あ、どんぐりか。不思議な行動をしてますね。まあ映るが嫌なんだな。はい、ガニタンどうもね、さよなら。はい、さっきのね、まあ、崖よりも余計急な、まあ、崖にはまり込んでしまいました。もうこれ戻れないんじゃないかな。どうすんでしょうね。まあ新天地を求めてるんですかね。ここは急ですよ。まあこんな感じね。ほら、こんな急なんですよ。まあ、ワイドじゃ見えないよね。まあ、小さなハネムシが飛んでいます。
まあ、蚊ではないんでね。どうするんでしょうね。どうにも戻れない。ちょっと撮っててもキリがないな。それじゃあ、カニタン、落っこちないように頑張ってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。